DR-1000 型機動車は、かつて台湾鉄路管理局で運用されていた機動車である。純道系の d r 1 0 1 0型機動車についても、本校で述べる。台湾総督府鉄道機械1系機動車この車両の前身は、台湾総督府鉄道が1930年に日本車両製造をより購入した機械1系機動車である。淡水線で運用されていた。 記者会社製の G1 形状機動車の置き換え用に4両を購入した。非貫通の正面3枚窓で、客用扉は片開き片側3扉であった。発動機は同時期の内地のガソリンカー同様にウォーケシャー 6SL75 馬力を搭載していた。続いて同じく日本車両よりキハ10系機動車を8両購入した。こちらは客用扉が 片開き片側に扉のクロスシートであった。キハ一型は北段線や中間線の台北、東円間に、キハ十型は南部の対中消火間、高尾台南間で運用されていた。第二次世界大戦後それぞれが1型ガソリンカー、合戦1型ガソリンカーと改板されたが、整備不良のためエンジンを外し客車代用として使用されていた。他のガソリンカーが、 エンジン乾燥と共に廃盤されたのに合わせて、DR-1000 型ディーゼルカー、DR-1010 型ディーゼルカーと改版されたが依然としてエンジンは搭載されなかった。その後1960年代に両形式とも廃車、解体となった。ありがとうございます。